クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。1920年晩秋の夜、オーストリアとイタリーの国境近く、チロル地方アルプスの村にあるとあるホテル。食堂にはホテルの娘エリザ、ベールで顔を覆った喪服の女ステラ、客は他に誰もいない。アルプスの冬は厳しい。宿泊客は雪の降らぬうち一人また一人とホテルを出ていく。チロルの秋、岸田邦夫。明日はステラさん、明後日は天野さん、お二人がお立ちになったらこのホテルは空っぽ。ねえステラさん、もう一日お延ばしにならない？ありがとうエリザさん。でも雪が降り出すと厄介だし。ここはいい落ち着き場所なのに残念だわ。これでもう一人ぼっちの旅を2年。天野さんもそんなことをおっしゃっていましたわ。あの方もお国を出てから随分になるって。確か日本の長崎。ただいまエリザさん。おやステラさんも。ほら綺麗でしょ、サフランの花を摘んできました。まあ私に？ご親切ね天野さん。今日はどちらまで？公園まで。アルプスの自然は宗教的な美しさを持っています。山に映る夕日の色、祈りの美しさね。ステラさん、とうとうお別れですね。ええ、一生のお別れかもしれないわ。お二人とも春になったらまたいらっしゃるんでしょ。いつかそうおっしゃって。おーい、あらエリザ、この声エリザ。僕だよ、ルナートだよ。あら、あなたの愛しい少尉さんじゃないの？おやおや、もうおからかいになってん。待っててルナート、じきに行くわ。それじゃお二人ともごゆっくり。おじさんが帰ったらエリザはもう寝たって伝えてちょうだい。ほう、どこで？もう嫌な方。ステラさん、あなたは先ほど一生の別れとおっしゃいましたね。旅をする人間の心持ちは変なものです。友情に対しては恐ろしいほど敏感になるのに、情熱の前にはおかしいくらい臆病です。そうお思いになりませんか？情熱？さあ、それよりもっと日本の話をしてくださらない？そんなこと聞いてどうなさるんです？あなたこそお生まれは？さあ、どこかしら。当ててごらんなさい。ええ、当ててみせましょう。では失礼ですが、ベールをどけて目の色を。いけません、それは。いけませんか？今日は最後の晩じゃありませんか？明日、あなたの馬車があの峠を越えたら、僕は永久にあなたの夢から消えてしまう男ですよ。私の夢？それがどんな夢か、ご存知なの？あなたの夢は、現実のすべてを包む霧のような夢です。それはきっと、過去の思い出でしょう。悲しくて華やかな。よくある話です。嬉しそうね。いいえ、ちっとも。実は、僕もそうなんです。ねえ、ステラさん。最後の晩に空想の遊戯をしませんか？
空想の遊戯？ええ、下手な現実より合理的な想像です。さあ、いいですか？あなたは夢を見ておいでになる。そしてもう一人、夢を見ている男がいる。やがて二人の夢は重なり合う。夢が重なって、それでどうなるの？あなたが愛していらっしゃる男が僕だとします。すると、あなたが愛してらっしゃる女が私？そう、僕とあなたではない。あなたの恋人とあなた、僕の恋人と僕がここにいるわけです。それじゃあままごとね。お芝居だわ。真剣なままごとですよ。あなたは僕を愛している。じゃあ、あなたも私を愛しているの？そして今、あなたの恋人があなたの足元にひざまずいている。あなたの唇から漏れる吐息を胸いっぱいに吸い込もうとしている。おかしいわ。おかしいと思うからおかしいんです。僕はあなたを愛しています。心の底から愛しています。僕があなたに愛されていると思う瞬間、あなたの唇が僕の唇に触れる瞬間、その瞬間こそが僕の生涯で最も幸福な夢なんです。さあ、僕の手を強く握りしめてください。いいえ、いけない、いけません。私の夢の中へ出てきてはいけません。私にはそれが一番。あ、いけない。あなたのような方なの。私の夢を覚ますのは。怖がってはいけません。僕はあなたの夢を乱したくない。僕も僕の夢を乱したくない。そうね、いいわ。じゃあ一緒にお芝居をしましょう。その代わり、今夜だけ。さあ、あなた、もっと何か言ってちょうだい。私、寂しいの。今夜はどうしてだか寂しいの。今まで見続けていた夢がこれでおしまいになるんじゃないかって思うほど寂しいの。その前に、今度こそあなたの目を、ベールをどけて。おや、あなたの目の色は。あ、もっとしっかり抱きしめてちょうだい。私はあの人に抱かれているのよ。あの晩のように。あなた震えているの？私を騙しちゃ嫌よ。あなたはひどい方。今夜きりだなんて。あなたは僕のものです。この腕が骨になるまで話はしません。いや、そんな気味の悪いことを言っちゃ。あなたのブロンドの髪が灰色になるまで、私の黒い瞳が飛び色になるまでって、そうおっしゃって。僕の髪はブロンドじゃありません。そんなことはどうでもいいのよ。どうせ夢ですもの。あなた、日本の方だったわね。私のお母さんも長崎で生まれたの。ハマっていう名前で。え？なんですって？長崎のハマ。どうしてそんなにびっくりなさるの？嫌よ、そんな怖い顔をしちゃ。ステラさん、もうお芝居はよしましょう。これ以上はうまくいきそうにありません。まあ、変な方。急にどうなさったの？誤解しないでください。僕は本当のあなたが分かったような気がするんです。
いいから、私をどこへでも連れて行ってちょうだい。そしてあなたの気の済むように。いいえ、そんなことじゃないんです。僕はあなたのその瞳を見て、あなたの夢を覚ましたくなったのです。ねえ、あなたは何を見ているんです？誰を見ているんです？何を探しているんです？私、何も探してなんかないわ。あなたはお気づきになりませんか？遠い幻をいつまでも追うことがどれだけあなたを苦しめているか。苦しむ？いえ、私苦しんでやしませんわ。ええ、ちっとも苦しんでなんて。そうよ、そう、あなたさえ目に触れないところにいれば、黙ってさえいてくれれば、あなたという方さえ知ることがなければ。ステラさん。あら、もう何時頃でしょうね。またひどい霧。ストーブの火も消えました。じゃあぼつぼつ引き上げましょう。やっぱり一人の方がいいわね、夢だけ見ているんなら。目が覚めた時です。遊び相手が欲しくなるのは。では、あなたもせっかくの夢を覚まさないようになさい。僕の夢はすぐ覚めそうです。ではまた明日の朝、さよならを言いに起きていらっしゃい。それは夢次第です。それでいいわ。おやすみなさい。おやすみなさい。エリザー、おい、エリザー。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。